ナマステー、メレチャンネルメアッカバッバッツワカテヘメラナマヨヘアジメレチャンネルメドゲストアエヘイエクトバラッツェアカリジャパンケラジニティメバホトヒバレナムバンガエヘウォバドメティクセメパリチャイドンギティケオウドゥスリビャクティメレバガルメンジョカレヘアトレジヘトアブアプナパリチャイディジェナマステー、メラナムシレアサトレヘमैं पुणे में महाराष्ट्र पुणे में पला बड़ा हूँ और मैं जापान में टेलीविजन सीरियल्स पे काम करता हूँ और जापान की गवर्नमेंट के लिए टूरिज्म एम्बेसडर का काम करता हूँ। आज मुझे मायोसान ने यहाँ पे बुलाया, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, थैंक यू। तो आज हम वो व्यक्ति से इंटरव्यू करने वाले हैं, ठीक है, तो शुरू करें।江戸川区区議会議員のヨギさんです。本日は貴重なお時間いただき誠にありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。インド出身の日本初めての区議会議員ということで、もう大変な快挙だと思います。当選おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ここでヨギさんのことを全くご存じない方のために、簡単にヨギさんの経歴をご紹介させていただきたいと思います。プラニクヨゲンドラジー हम जापानी लोग कहते हैं योगी सांग, सांग का मतलब जी है प्यार से ऐसे कहते हैं योगी सांग। योगी जी मुंबई के अंबरनाथ से हैं। एजुकेशन में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में बीए और एमए किए हैं और जापानी सरकार की मदद लेकर जापान में भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने जापानी मेजर बैंक और आईटी कंपनीज में काम किए हैं और 2012 में योगी जी जापान का एक स्वाभाविक नागरिक बन गए हैं। फिर 2019 में एदोगावा शहर के चुनाव में जीतकर वहां के नगर सेवक बन गए हैं। जापान में नगर सेवक बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। では早速ヨギさんにちょっとインタビューをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま す, お願いします。ではまずですね、院の出身でありながら、まあ、区議会議員に立候補されたということで、はい、どのようなきっかけで区議会議員に立候補しようというふうに思われたのか、お聞かせ願いますでしょうか。はい、はい、まあ、まずは日本に来て20年ぐらい経って、この江戸川区に来て15年ぐらい経つところです。やはり最初の頃はあんまりこう日本のコミュニティとすごく深く接することができてなくて、2005年にやっとこの江戸川区に引っ越してきた時に、はい、もっと突っ込んでいこうかなというふうに、まあ、それで勝手にも夏祭りに入っていって手伝ったり、誰にも言われてないけどしたりして、積極的に、はい、有名な西葛西というところに当時住み始めて、はい、で西葛西は何かというとインド人がこう集中的に住んでいて、インド人という存在感は町の中にありました。でそしてまあその中にまあインド人はまあ何かというとやっぱりルール守ってないということに関しては日本人からは結構不満があった。インド人もやっぱりルールは周知してないもんですから、そもそも知らないから守らない。でまあそんな中でやっぱりちょっと何かこうコミュニティのところをやりたいなとボランティアを始めたんですよね。ただそのうち2016、17年頃はやっぱりボランティアとしてインド団なんかとこうインドの教会とか団体としてだけやっても結果にどのぐらいのペースで近づいていけるかなっていうのは少し思う部分があって、でそれからやはり行政というのはまた全然その多文化共存とか多文化共生とかね、だそういうのはね全然まだ行政の中にもなくて、例えばこう外国人コミュニティのために何をやれば彼らはにとってその住みやすくなるとかね、そういうのは行政の方にこうないんですよね。でだからその中で何かというと西葛西でリトルインディアを作ろうみたいな話になってしまって、あやっぱり私たちの生活っていうのは理解されていないんだなっていうことで、やっぱり行政側に入っていったらどうかなっていうのは最初2017年に思ったことです、はい、でそこから2年を経て今回ついに立候補してみようっていう流れにつながった、ね、そうですね、はい、その通りです。で2017年にね1個まず自分の周りにいる間に主に日本人と LINE グループを作って、女性の方がいたんだけど、はい、やっぱりこの LINE グループはヨギ議員が誕生するみたいな、なんかそういうライングループの名前にしてそれすごく面白いですね。もちろんそのヨギさんも自分がこう出ようっていう自発的な部分もありつつも、はいはい、周りがヨギさん議員になってよみたいな、はい、ちょっとそういうノリがあったというような理解で、あると思います、うん、
一票入れるのは日本人ですから、そうですよね、基本日本人の意見聞くわけですよ、うん、入れてくれますか、す私が出たらっていうのはね、うん、で、あの、そうしたら割と与儀さんみたいな人が出ると面白いかもっていうのがすごい意見ですよ、はい、あの西葛西というあの日本人とインド人が共存する中で日本人の後押しをもとに当選されたというのは、はい、今後外国人が、増えていくことが予想される日本でモデルになるようなケースなのかなというふうにすごく感じております、まあ、良いモデルになればいいんですね私がなんかどっかで失態とか起こして、まあ、辞任はしないけどね与儀さんみたいな、ね、方が誕生したから私たちも例えば行政に関わりたいっていう、うん、そうですね、はい、人が多分増えていくと思いますね、ぜひなんかもし白休みさんみたいな人はねもう次の選挙を本当に1人から2人になる3人になる4人になる、あの、それがねかえってね日本社会のためにもいいと思います。私もそう思います。あの今度外国人も増えるっていうことでやっぱり外国人もこの社会に本当にこう溶け込んでもらわないといけないから、その時に外国人が持ってる悩みと日本人が外国人に対して持ってる悩みと、これ両方解決していかないといけないです。はい、外国人って日本語も、まあまり満足にできなければ、はい、どういう問題があってそれをどうしてほしいのかなんていうことを自分からまあ議員さんに伝えるだとか、はい、っていうのがやっぱり難しいと思うんですね。でその中でやっぱり与儀さんのようなもちろん英語も多かって、はい、外国出身のねバックグラウンド、はい、違うバックグラウンドを持ってる方が外国人の方とね対話するっていうのは本当に今後で求められてくることなんだろうなと思いますね。まあ、あと追加で言うと、まあ、やっぱり優しくてこう近づけるような人がいるといいですね。そうです自分でおっしゃってますが本当なのでちょっとね言うと、いやでも本当にねあのそうだと思います、はい、そこだけ僕は一箇所だけ突っ込みたいところあるんですけど、はい、あの与儀さんが今あの外国出身 の、はい、あの議員さんがもっと増えればべきだとおっしゃったじゃないですか、はいはいはい、私は全くその通りだと思います、はい、しかし今ちょっと閉鎖的だとあんまり僕思うんですね、はい、なんでかっていうと、はい、あの立候補することが参政権があの帰化をしている人にしか開かれてないんですね、はい、その道が。であの確かに与儀さんが所属しているあの、はい、党の代表であるあの、はい、枝野幸男さんが、はい、外国人にも参政権を与えるべきだ と、はいとはい、確かにおっしゃってたと思うんですよ、はいはい、そこ与儀さんの見解は、はい、あのどうなんですか。あのイギリスとかはね基本もう、税金を払っている人っていうのはもう参政権の対象になるんですね。あの私も日本でねぜひあの外国人があの参政権、まあ、投票できる権利を持つべきだと思うんですけれども、うん、ただそこまで行くのにちょっとステップを踏む必要があります、うん、日本はまだ言語の壁がちょっと高い。あります、ね、まず一つ。二つ目は日本の政治を理解はちょっとすぐにはしがたい、うん、二番目。三番目はやっぱり日本の文化建前本音、うん、言ってることと思ってることは違う、うん、あの例えば私もやってて、あこの政治家いいなって言うと、いや実はこれずるいんだってよそういう話は出てきたりするわけですよ、はい、そういう部分をやっぱりあのその投票権を渡す前にいろいろ理解してもらわないといけない。でそこにもう一つ複合的な問題がある、はい、私ね結構その西葛西のリトルインディアとかはね、うん、まあ、なぜ嫌いかというと、うん、そのみんな一箇所に集中して、うん、そこなんかこう特色がついたようなコミュニティになると、うん、ま、外からねそのコミュニティに対する見る目もこう独特なアングルを持ってしまうんですね。あここはチャイナタウンだ、あここはインドタウンだ、今実はね江戸川区で結構いろんなところで、江戸川区だけじゃなくて私が当選したのは江戸川区にいる4000人のインド人の票だと思ってる人がいるんですよ。なるほど、はい、そう誤解がありますよね、はい、すごい大きな誤解、選挙権ないですからね、はいはいはい、多くのインド人、はい、でただね江戸川区の当選のラインは3500票です、うん、もしインド人に投票権があったら江戸川区でインド人コミュニティは勝手に自分たちの代表を出すことはできちゃうんですよ、うん、そうですよね。私それがねちょっと傾いちゃうような気がするんですよ、うん、あそうするとなんかこうちょっと俺らも強いんだみたいなことになったりすると、うん、それがいけないような気がするんです、うん、そうならないようになればいいんです、うん、なんでまず外国人をちゃんと日本の中でまんべんなくまんべんなく住んでもらう、うん、それから彼らにちゃんと日本語も覚えてもらって、うん、でもちろん日本人にもやっぱり英語とかね、うん、覚えてもらって近づけるようにするとか、はい、それから政治を理解するように、まあ、英語とかでニュースを出すとかね、うん、あのそういったちょっとやっぱり
プロセスを踏んでいて、その結果投票してもらいたいというふうに思います、はい、先ほどお話に出たちょっとリトルインディア構想に関して、はい、私すごく興味を持ったんですね、はい、西葛西の例えば、はい、ディワリのお祭りとか、はい、ホリのお祭りがあるときにね、はい、西葛西に来たりするんですけど、はい、こんなに特殊色がある街なんだからインドっぽさを押し出してもいいんじゃないかっていうのはちょっと常々思っていた中で、はいはいはい、リトルインディア構想ちょっと反対だよっていう意見を持っていらっしゃると思います、はいはい、その街を活気づけるとか、はいはい、まあ、せっかくこんだけインドレストランがあるのでそれをもっと対外的にアピールしていくというか、はい、まあ、そんな可能性っていうのはないんですかね、はい、全然あると思います、うんうんうん、私が反対したのは構想ではなくてその構想の目標だったんですね。最初から反対したわけではないです、はい、反対ありきではないです、うんうんうん、何かというとやっぱりもうすでにいろいろウェブサイトとかできてそこにもうこれこれこれが目標だってなってやっぱり実はねインドコミュニティも日本のコミュニティもこれを今求めていない目標ですと。なので実際にコミュニティに入っていってさっきも言ったようにねやっぱり人の声を聞くっていうところが何をやるにしてもすごく大事で、リトルインディアを作った時もそこのインド人が何を求めているんだっていうのはまずそのインド人に聞かないといけないですよっていうことを私は言ったんですけど、ただそこまで うまくこう運んでもらえなかったのがポイントになったわけですよ。私もチャイナタウンとか行くのは好きですし、元妻中国人なので中国も本当に好きですけど、でもね皆さんはね表のチャイナタウン表のリトルインディアしか見てないんですよ、うん、はっきり言います。私チャイナタウンは何回も行ったことあるんです、うん、あと例えばイギリスのリトルインディアとかアメリカのニューヨークのクイーンズとかニュージャージーとか行ってみてください。そこの地域だけはゴミ捨てられてある。そこの地域だけ、うん、下水道が上から流れて流れている、うん、水道破裂している、うん、そこの地域だけなんですよ、うん、もうイギリスのリトルインディアは汚ねえ本当に、うん、ニューヨークのクイーンズは汚い、うん、本当に汚い。でもメンテナンスさえしないですよ、うん、建物が汚い、うん、だからただ作ったから作ったじゃなくてこれから10年後20年後30年後どうなるか、どうするか。でこれはね私ただ今町のこと言ってます、うん、町はインフラじゃないです。町は人です、うん、でじゃあそこにね50店舗ぐらいインドの店を作りました、うん、何の店を作るか料理店だ、うん、雑貨店だ洋服インド服を売るとか、うん、ヨガとかマッサージとかね、うん、だいたいそのぐらい、大体そのぐらい。そうするとその店の売り上げどのぐらいになると想定しますか。私銀行員ですからまず先にそれを考えちゃうんですよ。で今インド店で働いてる人たちねスタッフね大体の給与は10万円前後ですよ。どんな生活しているか見に行ったことあります？ないですね、うん、だからその見に行ったことない人たちはねリトルインディアアンダカンダっていう権利はないと僕は思うんですよ。見たくないと、うん、あとはねリトルインディア作る前にやっぱりさっきの投票権と同じように段階踏まないといけないです、うん、まずもっと近寄せないといけないですよ、うん、今はなんか年に1回2回そのディワリやりましたホリやりました、うん、でワイワイ騒ぎましたでプチッと終わり、うん、そこにでもはっきり言うとじゃあ西葛西のディワリはどのぐらいの現地の日本人が楽しく参加してるかっていうと、うん、すごい少なくて大体マニアの人たちはあちこちから集まってくるだけですよ。私、はい、じゃあ なぜそうかっていうと、うん、やっぱりお互いをまだ認め合ってないです。違うんだっていうこと、うん、で認め合って少しずつ近寄ってきて、うん、それでお互いの祭りに行くようになって、うん、夏祭りも本当にすごい身近なところにやってるんですけど何人の外国人が夏祭りに行って、うん、本当にそこで踊ったり食べたり飲んだりしますか、うん、すごい少ないですね。少ないですね、はい、だから私ね日本人だけはこうまだなんていうのかな行動に出てないっていうことではなくて、うん、外国人もまだ全然、うん、その行って交わろうっていう行動には出てないと思ってるんですよ、うんうん、積極性が見られないっていうか、はいはい、でそこが出てやっぱりここなんかインドの街作ったら面白いな、うん、ってなった時に僕はその時はそうだと思いますよ、うん、そうですね、はい、ちなみにですけどね、はい、将来にはワンランク上に上がって国会議員、はい、ワンランク上っていう言い方するかもしれないですけど、はい、ツーランク上になります、ね、ツーランクですね。区議会の上は都議会、そうですね、県等で次は国会、はい、そう国会議員になりたいっていう願望終わりですか、はい、それは総理になりたいですよ。大きく出ましたね。何ランク上かな。
まあ、自分の夢としては、夢というか計画としては、まあね、年齢も考えながら、あの8年後ぐらいにはやっぱり国会には出たいなというふうに思っています。まあ、一般的にね、人はどう思うかというと、外国人だから参議院でいいと、あアッパーハウスで、でただやっぱり 衆議会議員になりたいというのが思っています。だからそのステップとしては、まあ区議会議員は2回やろうかなと、都議会議員はスキップして、まあスキップしてもいいのかなというふうに思ったりはしています。で次の都議会選挙出ませんかという話をすでにいただいています。はい、でただまだ そこまで考える、まだ1年目だし勉強している身です。なのであのまだそこまで考えてないんですけど、ただ長期的なスパンで考えると計画なしに動くのもダメだし、やっぱり8年後は、結構国会を狙いたいなと、まあ、つまり私が50歳ぐらいの時は国会に行きたい、でその8年後私60以内の時は、まあ、大臣狙いたいなというふうにあの思ってます。でそこまで行くにはやっぱり私は自分をいかに育成できるかというところがポイントです。で育成はやっぱり情報収集と情報発信で、もっと本当に本当の意味の容疑になっていけるか、みんなを思うような人になっていくのか、今まだそうじゃないですよ、今嫌いは嫌い好きは好きっていうのがあります、自分でも感じます。だからそうじゃなくて全てを受け入れる、で全てのもののために考えるっていうふうな、やっぱりそういうふうになっていきたいんですよね。なんで8年後はやっぱり国会、16年後は大臣、でその後は皆さんにお任せ、はい、ヨギノミクスが生まれるヨギノミクストップに最後に何か、はい、ちょっと一言あれば、はい、最後お伺いしたいんですけど、まあ、まとめていきますと、はい、まず一つ目は、政治家みたいに政治をやりたくないです。私やっぱり IT のキャリアでその後銀行に入って、まあ、管理職まで上っていって、ちゃんと構造的に物事を考えて、何が人のためになるのかということをちゃんと論理的に整理して、まあ、政治っていうのはね、論理があってその上に実はいっぱい感情があるんですよ。でも感情がありすぎてちょっとまずくて、私の応援者というイメージではなくて、みんながというイメージで政治をやりたいので論理的に考えたいと言っています。でまずはそういう議員をしていきたいなというふうに思っています。それがまず一番、2番目に、なんか格論で考えていきたくないです、格論も格論で大事なんですけれども、ただ格論の周りに総論があるので、どういうふうに最終的にこの件がまとまっていくのか、パズルの中でどうやってフィットしていくのかというところを、やっぱりうまくそのイメージを描きながら物事を進めていきたいというのが2つ目で、3つ目は、日本人コミュニティと外国人コミュニティの架け橋になりたいというのは私の、まあ、結構キーメッセージですけれども、それを勘違いされている方がいます。私外国人を代弁しているというふうに思う方がいるんです、誤解で、それがね誤解です、というのは、はっきり言えば私に一票入れてくれる人たちは日本人です、今のところ、はいはい、でそしてね、1票とか2票とかまず関係なくて、私はコミュニティのためにその代表になったんですから、それが外国人だけは幸せになってコミュニティが幸せになるわけではないし、日本人だけは幸せになってコミュニティが幸せになるわけではない、何をすればみんなが幸せになれるかというところを考えていきたいので、基本的にみんなのことを代弁していきたい。だから例えばその江戸川区の公立学校で英語日本語両方使った教育をやりたいといった時に、僕はそれ外国人のために言ってるわけではない、今本当に真代さんみたいに海外に出ていく人たちいっぱいいます、日本人が、でそれがね、例えば大阪外大に行ったからそういう人に育ったんではなくて、小さい頃からそういうふうに育てよう、はい、もっとオープンで、もっとこう自信のある外国人が目の前に立ってもフラフラしないできる英語はちゃんと絞っていく、喋っていくというふうなね、そういう子どもたちを私は全体的に育てていきたいですよ。でだから公立の学校は英語日本語の教育にすると、そこに外国人も入っていって、日本人の子ども外国人の子ども一緒に学ぶことで、将来ね外国人と一緒に仕事する時とか、同じ立場でみんな同じだというふうな感じで、いい仕事ができると思うんですよ。
はい、でそれだけはあのあ、まあ、言い残したいというふうに思います、うん、はい、楽しみですね。江戸川区がどんな町に変わっていくのか、ね、本当に今後も、はい、私も楽しみです。本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。あっこけさだがむちへとばほてひあっちゃだがバラツセアカルジャパンコアッチャカルネケレバホテヒコシシカルテヘンジャパニーログインディアンログオールビデシーアラグビデシーログサートメミルジルケアッチェセラヘンアセソチカルバホテヒコシシカルテヘンドームジェビバホテヒアッチャラガオールメウヌコハメシャアガルホザクタヘッドサポートカルケラヘナチャヘティフン。हां आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत उनसे बातचीत करते हुए ऐसा लगा कि बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। हां तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि योगी सन के काम की वजह से भारत और जापान के संबंध इससे भी बहुत। हां मैं भी इससे सहमत हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे मौत में। बाय बाय।